はい、今回は九段イカルが市ヶ谷本店、はい、これややこしい、九段にないですからね九段からそう移転して市ヶ谷にあるんだけど、うん、で市ヶ谷でここでやってるんだけど、はい、看板も出てない、看板も出てないってすごいですよね。出てないのに行列店っていう、行列すごいですよね。いやすごいで、週3日でお昼だけの営業ね、はい、3時間のみですよね。で今日ね、まあ、ロケをやってて今開けてもらう夜なんだけど、はい、さっきからめちゃめちゃ人が入ってそうなんですよね。今日やってますかって、今日珍しいやってるみたいになって、うん、そうなんですよね。ごめんなさい、謝って。こんなに来ることそうそうないです。ないですよね。もう開いてないのを知ってるんですよ、みんなここはやってないの。珍しく開いてるんだ、開いてるっつってこれみんな出して並んでねみたいな。それぐらい本当ラッキーと思いますよね。普段から本当に人気があるのに、ね、本当だってもう20年ですよ。20年ですよ。そうなんですよね。20年で私まだ18なんで、生まれる前から人気を誇ってて、そうそうなんです。で、未だに人気、それで未だにそういう看板も出してないでも、すごい、うん、それはすごいです。すごいです ね、 ね、そんないっぱいですからね。これが店主さんのね、うん、その酒井さんといい話いろいろあったでしょ。いっぱいありました。 こ、 れ、ね、このラーメンがねできるのは、やっぱその酒井さんの努力とね、はい、こう人柄がねこう入ってるわけですよ。お客さんを第一に思ってね。そうなんですよ。すごいですね。いろいろ見習うところも、ね、見習うところがもうなんか20年も私も生き残るためにはそうなんです。このようにしていこうと、ね、はい、いや本当そう、そういうね、その辺のお話もねいろいろ ね、はい、あのインタビューしてるんで、はい、じゃあ本編の方をお楽しみに。